皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日もイトボールアプリやっていきたいなと思うんですけど、本日はスキル追加でクソ強くなった選手自慢大会やっていきたいなと思います。皆さんスキル追加が実装されてから2週間ぐらい経ちましたが、スキル追加楽しんでおりますでしょうか？僕はめちゃめちゃ楽しんでますね。まあ残念ながらログインボーナスでもらえる時期が終わっちゃったので、そこだけは寂しいんですけど、あの毎日もらえてた時は毎日11時にスタンバイして楽しみに引いてましたね。ということで本日は僕がですね、今日までにスキル追加を全部使ってどんなスキルが出たのか、そして具体的に誰につけて強化したのか、そんなところをお話していきたいなと思います。そして久しぶりに試合動画もやりますよ。最近とにかく更新が多くて、まあ僕のチャンネルって求められてるのは試合動画より比較動画だと思ってたので、比較動画を中心にやってたんですけど、裏では結構試合楽しみながらやってたんですよね。少ないと思いますけど、試合動画楽しみにしてくれてた皆さん本当にありがとうございます。そして今日はですね、皆さんたくさんコメント書き込んでください。皆さんの中でこの選手にこのスキルつけたらめちゃめちゃ良かったっていうのを書いていただければ僕もすごく参考になりますので、ぜひ動画もそうですけどコメントも含めて参考になる動画になったらすごく嬉しいなって思ってますね。ということでまずはですね、僕が今日までに出したスキル紹介させてください。ドーン、こちらになります。僕ですね、スキル追加をロンバルジに使うたびにエクセルの表を更新して何が何枚ついたか記録してるんですけど、これやるとめちゃめちゃ楽しいですよ。ぜひ皆さんもノートとかでもいいのでまとめると結構テンション上がりますので試してみてください。でまあ結構いいスキルも出ていて、マンマーク、ワンタッチシュート、ヘッダーは2回出てますし、ワンパだったりとか足裏コントロール、エラシコ出たのすごく嬉しかったですね。ただ皆さん思い出してください、この前ね動画でティア表をまとめたので改めてティア表を出していきたいなと思うんですけど、 S のところ見てください。ダブルタッチ、スルーパス、ブロッカー、スーパーサブ、全然出ない。いや絶対これ偏りあるでしょ。コナミさん僕のね端末に絶対出さないようにしてる。そのぐらいねもうね出てこないのよ。もうずーっとブロッカー欲しい。もうこのビエラとかロドリとか、あとなんならリュディガーとか舌出しながらハーハーして待ってんのに全然来ないのよ。スーパーサブとかもさ、誰につけよっかなとか妄想はしても来ないっていうね。でこっからはですね、じゃあこの出たスキルを誰につけたかって話をしていきたいなと思うんですけど、もうまさにこのスカットにいる選手たちにつけたんですよね。じゃあまずはこの選手からいきましょうか。はい、クライフ選手。まあつけるスキルは大体決まってますよね。まあクライフはスルーパスかワンシューは絶対つけたいなと思ってて、今回ワンタッチシュートつけさせていただきました。いやクライフにつけるかフリットにつけるか最後まで迷ったんですけど、1枚目の貴重なワンシューはクライフにつけましたね。いやマジでつけてよかった。結構クライフはワンシューあればってシーン多かったんですけど、つけてから結構決めてくれるシーン増えたので、クライフにワンシューつけるのはマジでおすすめですね。さあそしてウィングを見ていただきたいんですけど、今回左にガビ、右にコマン使ってるんですけど、はい、もう勘のいい方なら気づきますよね。そう、二人とも特殊ダブルタッチにしちゃいました。ガビにはエラシコ、コマンにアシューラコントロール、これをつけることで特殊ダブルタッチの両翼が完成しました。まあ、正直足裏はもう迷わずコマンにつけたんですけど、エラシコは結構迷いましたね。まあ、それこそラファエル・レオンにつけるのもありだし、カカだったりとか結構候補はいたんですけど、まあ、個人的にはですね、特殊ダブルタッチは中央の選手よりもサイドの選手につけたいなって気持ちがあって、まあ、左ウィングとか左サイドハーフでよく使うガビにつけさせていただきました。めっちゃいいぞ、マジでおすすめなので、エラシコ当ててガビ持ってる方はぜひ特殊ダブルタッチ狙ってみてください。あと実は僕ね、このラファエル・レオン最強化計画っていうのやってるんですけど、今つけたのがこちらの3つ、エアバトル、ワンパ、ヘッダーでございます。いやこれ結構良さそうじゃない。あとつけたいのがね、スルーパスとアウトスピンなんですよね。もうすでに空中戦もできるバケモンになってるんですけど、スルーパーアウトスピンまでついちゃったらとんでもないことになってくるんじゃないかなって思ってますね。もうワクワクが止まんねえよ。で実は僕さっきの表の通りワンタッチパスが2枚出たんですけど、もう一つのワンタッチパスはこちらのルンメニゲにつけさせていただきました。理由は
うん、メロンパンさんがおすすめしてたから。で、残りで言うとムバッペにヘッダーをつけたのとミリトンにマンマーク、そして富安さんにアクロバティッククリアをつけさせていただきました。他のスキルに関してはとりあえず保留にしてロンバルジのまま残してるって感じですかね。現状はこんな感じのスキル追加をしてしっかりと強化させていただきました。いや、ただね、やっぱまだまだ欲しいスキルあるよな。まあ、さっき言った S 評価のダブルタッチ、ブロッカー、スーパーサブ、スルーパスはもちろん、他にも A 評価で言えばピンポイントクロスとか、あとね、インターセプトチェイシングも欲しいし、アウトスピンも欲しいし、コンカも欲しい。いや、三笘さんにコンカつけたいんですよ。ただね、全然来ない。まあまあ、だからこそ来た瞬間が嬉しいっていうのもあるんですけど、まあこのあたりを今は楽しみにしながらスキル追加してるって感じですかね。ということで、改めてにはなるんですけど、ぜひ皆さんの中でこの選手にスキル追加してよかったとかあればコメント欄に書き込んでおいてください。では最後に1試合いきましょうか。久々の試合動画、テンション上がってもうてます。はい、ということでマッチングいたしました。いいですね。もうかなりの配下金スカットみたいになってますけど、スキル追加でさらに強くなってますから、これはもう後半頭からラファエル・レオンとルンメニゲ入れてバチバチにやっていきましょう。ちなみにルンメニゲはトップ下の位置で今日は使おうかなって思ってますね。お相手さんはこちら、いや、このデンベレ絶対特殊ダブルタッチになってるわ。さあ、やっていきましょう。ちなみに皆さん、ラファエル・レオンにエラシコつける派ですか、つけない派ですか。いや、僕ね、マジで迷ったんですよね。たった一つのエラシコをガビにつけるかレオンにつけるか最後まで迷ったんですけど、まあやっぱレオンは中央で使うことが多いので、まあやっぱりサイドの選手につけたいかなってところで、ガビに今回はつけさせていただきました。まあ、レオンサイドで使うならつけちゃうのも全然ありかなとは思うんですけどね。さあ、ちょっと攻撃一上げしましょうか。僕結構前半からね、攻撃は一上げしちゃうことが多いですね。さあ、ここナイスカットをナチョからロドリー、いいね。さあ、これどうしようか。一旦キープしてこっち、いいよ。クライから裏、さあコマン来た、ナイス、ダブルタッチ、ダブルタッチ、はい、オッケー、決まっていく。いや、これなんですよ、めちゃめちゃ強い。コマン特殊ダブルタッチからゴール決めていく、気持ちよすぎ。さあ、ということでコマンの気持ちよすぎる一発で1得点。いや、どうしよっかな。まあでもちょっとラファエル・レオン出しましょうか。ここレオン出して、ルンメニゲもビエラと書いて入れていきましょう。 OMF ルンメニゲ爆弾です。さあ、エンクンクパス選択、大丈夫、ナイスネイマール組んで、よし、オッケー。コマンからこっち入れてレオン、はい、一度後ろ戻して、ここワンパでつないでいく。レオン、ナイスワンパ、ナイスワンパ、はい、おい、ナイスワンパ打て、いやー、惜しいね。はい、ということで、とりあえずね、1対0で勝ったんですけど、ちょっと不完全燃焼なので、もう1試合行かせてください。さあ、2試合目行きましょう。よろしくお願いいたします。いいね。カマビンが中盤で使うの結構いいんだよな。そしたらちょっとさ、これ前半からルンメニゲ行きましょうか。ルンメニゲここに入れて、これで行きましょう。さあ、おいつさんはこちらのスカット、同じセパハンですね。そしてルンメニゲ同じ位置。これは運命感じちゃいます。さあ、先ほどはコマンの素晴らしいところ見せられたので、ちょっと違う選手見せていきたいね。ただね、やっぱり試合時間なかなか短いから、その中でピンポイントにね、なんか狙いの活躍ができるかって言われると難しいですよね。さっき来たクライフ、ここ上がらせて、いやー、惜しいな。なんかね、ガビの特殊ダブルタッチもめちゃくちゃヌルヌルなんだよな。ダイレクトで出してもほぼミスんないし、マジで迷ったんですけど、ガビにつけて今は良かったなって思ってますね。さっき来たガビ、さあ、ルーレットなんかもかましていきながら、こっちで、もう一回ガビで、ガビから、あー、ミスター、読まれてるな、これ読まれてるけど、ナイス、はい、こっちカーミンが落ち着いて、ここガビワンタッチ、クライフ、コマンから浮かして来い、いやー、狙いは完璧だったけどね。いや、ワンシューもあったから、そのままね、足でダイレクトでもいいかなってイメージで出したんですよね。いや、惜しかった、惜しかった。さあ、ちょっと狙いは悪くないからね。クライフからカーミンが来た、さあコマンあるよ、コマン、コマン、はい、いやー、決まっていく、すごいよ、コマンがすごいよ。うん、今正直特殊ダブルタッチやろうと思ったら一段出ちゃったんだけど、まあそういうのはいい、うん、決めればいい、うん、気持ち、もうほぼゴールキーパーかわしてたからね今ね。よし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 、ナイスよ。さあ、前半1対0で終わりたいところだけど、ナイスナチョ、ポジショニングもめちゃめちゃいいな。はい、あ、やばい、これやばいかも、あ、終わったかも、
危ねえ危ねえ、助かった。これね、多分ね、お相手さんハーランドにこれ婚活つけてるね。あの位置から強気に狙ってくるってことはおそらく婚活つけてんじゃないかな。いいよね、なんかさ、こうやってスキル追加が始まったことによってさ、この選手スーパーサブ持ってんのかなとか、この選手ダブルタッチ持ってんのかなとか、いろいろと妄想膨らむようになったのも楽しいですよね。さあ、これで守り切りたい。頼む、守り切らせて、守り切らせて。コマン、ナイスコマン、クリアでも活躍していって、さあクライフ、うん、ちょっと待って、これやばいか、オッケー、終わっていく。さあ、ということで後半いきましょうか。ちょっとね、クライフのワンシューのいいシーンが見せられなかったのはあれですけど、まあちょっとレオンもね使っていきたいので、レオン使って、ミリトンも入れよっか。これリードしてるんで、マンマークついたミリトンをマルディンと交代していきましょう。オッケーオッケーオッケー、ちゃんとマンマークも生かしていくぜ。いや、フォートレスマンマーク付きミリトンはやばいでしょ。サカビダブルタッチからこっち、さあコマン、コマンから、うん、惜しいね。ちょっとこれも狙いすぎた感はあるが、さあルンメ、ルンメから前、いいよ、ガビ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 、やばいガビやばい、はい、ガビからルンメ、はい、よっしゃー、ガビ強すぎる。いや、えぐい、最高。もうなんかビッグタイム使用動画みたいになってるけど、いや、ガビここに特殊ダブルタッチあんのよ僕のは。いや、気持ちいいね。いや、よく粘ったわ。さあルンメ逃げ、カーミンが、はい、ここワンタッチ、はい、いいね。いやー、ワンタッチワンタッチ効いてるよ効いてるよ。ガビルーレット、ルンメ、うわ最高。いや、惜しい、いけ、決めろ決めろ。待って、レオンあるよ、大丈夫。やばい、相手ボールだこれ、相手ボールだ、くそー。さあ、そしたら、カマビンガのところに今週のフォルナルス入れて、そうだなー、まあとりあえずこれでいこうか。オッケーオッケーオッケー、楽しいね、やりたいことがハマると楽しいよね。うん、ラチョ取れる、ナイス。さあ、こっちガビ、ガビからここ、ナイスよ。さあルンメ、ルンメからレオ、いやー来たー、よし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 、完璧すぎる。いや、今ね、頭で言ってほしかった、ぶっちゃけ頭で言ってほしかったよ僕は。うん、はい、ということで3対0完勝でございます。いや、これ良かったね。やっぱね、これメロンパンさんも言ってたけど、ルンメ逃げワンパいいぞ。さらにあのね、レオンのワンパも効いてくるんすよ。ということで、マジでスキル追加が入ったことでいろんなことができるようになってますので、ぜひ皆さん自分の好きな選手にスキル追加しまくっちゃってあげてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。まだまだいろんな動画上げていきますし、試合動画もこうやってちょいちょい上げていきますので、よかったら見てみてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。